流行中のオミクロン株に対応するワクチン、これまではもうワクチンと言っていましたが、オミクロン株対応のものが出てくるということなんですね。そうですね、オミクロン株といってもですね、正確には BA.1 対応のワクチンが新たにできて、日本で10月接種の見込みになるというところかと思います。今流行しているのは BA.5 と言われてますけれども、効果はあるんでしょうか？今までのその研究においては、BA.1 に対する中和抗体価の上昇はあるんですけれども、BA.5 であったり BA.4 であったりっていうのはちょっとまだよく分かっていないところがあります。そうなんですね。で、従来型のものもありますけれども、先生はもう新しいワクチンを打った方がいいと思われますか？僕はですね、無理にですね、オミクロン株対応のワクチンを待つ必要はないかなと思っていて、3回目、4回目を接種を受けようとする人はですね、今のワクチンを接種するのでいいかなというふうに思っています。オミクロン株でなくても、まず先に打つことを優先すると。そうですね、今、その感染が拡大してますし、そもそもちょっと先のことが分からないというのがあって、10月頃には今流行しているもしかしたら BA.5 が消えていてですね、次の変異株になっているなんていう可能性もあったりしますので、何しろ今、利用可能なワクチンを接種するのが得策かというふうに思います。なるほど。そしてこれまで適用の対象外だった11歳以下のワクチン接種、これが努力義務ということが出てきました。特例承認されたんですが、伊藤先生はこれに対して率直にどう思われますか？科学的に妥当かというふうに思います。実際に子どもの、そのワクチンはメリットもありますし、必要だと思います。今、オミクロン株のその流行下において、子どもの感染者数っていうのはめちゃくちゃ増えてるんですね。で、実際にそのオミクロン株に対するエビデンスとしては、発症予防効果については中等度の有効性があったりするのと、入院を予防する効果については接種後2ヶ月で約8割ぐらいの有効性があります。さらにその安全性に関する追加の情報が集積してますので、現状では妥当な判断かというふうに思います。そしてですね、親御さんとしては心配という方も多いと思うんですが、今日幼い子を持つ親にインタビューしてきました。もうちょっと様子見たいって感じですね。普通に打った後の副反応。なるべく打たせたくないなって。打った後の高熱とか。努力義務ってことで、やっぱり幼稚園でも打ってくださいって言われると、自分の子だけ打ってないと、やっぱりね、コロナに感染して他の幼稚園児の子たちに移しちゃったり、した方がいいかなとは思うんですけど。長期的な副作用とかがわからないので、積極的に打ちたいとは考えてないです。親御さんにも様々な意見がありましたけれども、中野さん。そうですね、先生おっしゃったようにデータは揃ったと思うんですけど、やっぱり社会防衛の観点からやるっていう観点はどうしてもあると思うんですね。僕はだから子どもを社会防衛の観点からわざわざ接種するっていうのは本当に効果があるのかなというのは疑問なんですけど。先生、いかがですか、このあたりは。VTR にもあったような、長期的な副作用が分からないとおっしゃってた方もいらっしゃるんですけれども、科学的にはもうすでにコロナ、子どもがコロナにかかって、その合併症が起きたりとかですね、後遺症が起きたりっていうことがあるんですね。ワクチンには、こういった合併症や後遺症を予防する効果があるので、実際にそのコロナになってしまってもですね、こういった重篤な後遺症を合併する、予防するようなこともあるので、そういった点も考慮して、接種を前向きに考えてもらえればいいかなというふうに思います。メリットとしては、後遺症、そして合併症を防ぐことができるので、先生としては、お子さんもワクチンは打った方がいいのではないかとそうですね。いうことですね。ありがとうございました。今日は新型コロナについて伊藤直弥先生に伺いました。